でも優しかったな。熱が移ってくみたいで、温度差君に合わせるよ。短くなってしまった吸い殻の火消し役は私だ。冷めたらベッドでちゃんと話をしよう。結末はきっと距離感だって変わらないのに。ソファーでまたくたびれた愛情絡ませてぐちゃぐちゃになってく。言えない言えない日高くしのドラマはつけっぱなし。チャンネルを変えたら他の人とキスをしてる。主演だったあの人が脇役に。君のことがわからなくて愛し方も変わってしまうのかい。触ってしまうのかい。ああ他の人ミサーモンと言います。よかったら SNS フォローお願いします。ひらがなでミサーモンと検索すると出てきます。映画化されたあのドラマ、別れのシーンはあのまま。一時停止もできない涙もろい二人だから、エンドロールが見れない。なんとなくて一緒にいてもきっと何も変われないのに。してるを濁したライター、明かりがないんだ、中身がないんだ。理由なんてどうだっていいよ、どうだっていいから、そばにさせてく。唇まで伝った涙ございます。